では勝負はこれでおしまい。私の言うことを聞いてもらっていい？は？いや、そうはならないだろう。確かに今回はお前の勝ちだ。けど、それが全体の勝敗に直結するわけじゃない。勝利条件の話をするならば、この勝負に勝てば私の勝ち。言うことを聞いてもらうと、確かにそう言ったわ。それは言葉のあやというか、見解の相違だな。じゃあ、あなたが決めて。決められないだろう。由比ヶ浜も勝負に加わってるし、ジャッジは平塚先生の独断と偏見だ。それに大体…正直に言うわ。楽しかった。初めてだった。一緒に過ごす時間が居心地いいって思えて嬉しかった。あんな風に言い合いしたり喧嘩したり、人前で泣いたことなんてなかった。二人で出かけるのだってすごく緊張して、初めてでわからないことだらけで、誰かに頼ってもいいってそんなことも知らなかったの。だからどこかで間違えて、こんなまがいものみたいな関係性は間違っている。あなたが望んでくれたものとはきっと違う。私は大丈夫。もう大丈夫。あなたに助けてもらえた。だからこの勝負もこの関係もこれで終わりにしましょう。分かった。俺の負けだ。お前の言うことを聞く。俺にできることなら何だって叶えてやる。由比ヶ浜さんのお願いを叶えてあげて。それがお前の願いでいいか？ええ、これが私のお願い。分かった。どうかこれが正しい終わりでありますように。